はい、どうもこんにちは。ショーマニュー1982です。今回は夏休み特別企画、第2弾として投稿していきます。今回はですね、こちらです。トミカタウンの、カーウォッシャーを紹介したいと思います。はい、これはですね、アクションは、ウォッシャースポンジが回転するのと、ゼンマイで動くという仕組みですね。はい、遊び方は後で説明します。詳しく。はい。ちなみに、この車は、日産シルビアです。はい。僕も持ってますけどね。で、本体、中身がこちらです。はい。もうね、ごく普通の洗車のやつなんですけどね。もうね、これもね、結構、あれですね。結構古い商品です。で、まず、この電源スイッチじゃないけど、オンオフスイッチをオフにした状態でゼンマイを巻きます。で、今巻きましたけど。で、これで準備完了です。で、トミカがやってきます。ちなみにこれは、トヨタのセルシオです。こうやってやっていきます。車がね。で、ここね、はい、洗車場の真ん前まで、やってきて、ここのスイッチを押すと、あら不思議、トミカが、勝手にっていうか自動的に、通り抜けますっていうか通過します。もう一回いきますよ。こういう感じで、はい、こういう感じにいきます。もう一度行きましょう。ちょっと前面から大丈夫かな。よし、はい、来い来い来い、はい、ちょっともう前面が足りないですね。はい、はい、以上でカーウォッシャーの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。